はい、こんばんは、またブランチです。久しぶりのくちゃべりですね。多分もうね、疲労困憊で、はい、喋る気力が起きない。歌を歌ってるけど、そんな中くちゃべっている理由がですね、娘ちゃんの、高校の文化祭ウィークでございまして、今週の真ん中ぐらい、水曜日ぐらい、今日金曜日かな、やってて、そんな話やら写真やらね、見てわちゃわちゃ盛り上がってたんですけど、なんつったってね、文化祭の花、軽音ですよ、軽音。あのうちの娘ちゃんは別に軽音やってません、やってないですけど、その軽音の動画とか写真とかね、見せてくれて、おーおーおおなんつってね、オリジナルやっているバンドはなかったようですが、1年生のうち2年生なんですけど、1年生の女の子バンドでめちゃくちゃうまいのいたね。あのシシャモ、あの知ってますけどあんま聞いたことないけど、女の子のフリーピースバンドでしょ、うまかったですね。あのリズム感、リズムが正確かつすげえグルーヴが出てて、ギターのこのね弾きっぷりが良かったですね。他の子たちはこうなんつうの、一生懸命弾いてる、いやそれもいいんですけど、すごく、その子はちょっとこうもう一個上でしたね。弾いてるっていうね、弾けてるっていう感じがテレキャスでしたね。でなんかエフェクター類とか特になかったっつうから、多分アンプでゲインフルテンとかにしてんじゃないの。結構いい音してましたよ。そんなの見てたらね、なんか自分の高校時代を思い出し、ちょっとね、胸がざわついたと言いますか、はい、ということで今日は文化祭の思い出みたいな、前にも言ったかなこれ。うちらが高校の時は、クラブ名はフォークソング部だったんですけどね、フォークソング部という名の軽音部だったんですけども、まあ、それでもね、部品が出てる、ちゃんと同好会じゃなくて部活としてなぜだかあって、文化祭の時に普通にプロの音響さん、を呼んで、結構ね、結構というかちゃんとした音を出させてくれたんですよ。モニターもあったしちゃんとね、で1年生の時はバンドできなくて、これは何度か言ってますけどね、フォークギターで、一人で弾き語り強制で、これはでかかったね今考えるとね。まあ私はもう当時から逆にバンドなんかできんと思ってたから、私はもうウヒウヒでやりましたけどね。他のショーはもうやだやだやってましたけどね。いやこんなんやるために入ったわけじゃないみたいなね感じで、やってましたけど、私はもうアーティスト N さんをかましてましたけども、まあ、あれで弾き語りの魅力にさらにハマってったっていう、ハマっていったので、あの発表の場でかかったですね。で、高校2年になってバンドできるようになって、これも何度か喋ってますけど、俺は当時ね、エレキも弾けんし、ボーカルしかできんということで、本当に、ボーカルを取らせてもらったんだけども、ケチョンケチョンでございまして、そこから長い、もうそこから数十年にわたる、ボーカルのトラウマができてしまい、最近ようやくそれが払拭されたと、はい、で3年生になって、バンドを編成し直した時に、俺バンドにいられなくなっちゃう、何もできなくてということでドラムやると、いうことでドラムをもうそれこそ朝から晩まで本当に朝早く行って近所迷惑顧みずどんだかどんだか練習して
3年生はドラム出てたと、ジギーのねコピーバンドだったんですけども、1時間半ぐらいですか、十何曲やったんで結構ね、高校生活で一番頑張ったんじゃないですか、あそこは、はい、で今日ね、その娘ちゃんの写真とか動画見てて思ったのが、やっぱね、格好がみんな同じ格好してるんですよ。その部活 T シャツ、部活でお揃いの T シャツということで、その軽音部もお揃いの T シャツ着てるんですけど、それだけなんですよ。だからあれと思って、ステージ衣装はとか、化粧しないのとか。うちらの頃はね、うちらの学校は、もう文化祭の前に、私長野県、におりまして、小諸市っていうのがありまして、出身は軽井沢なんですけども、小諸の高校に行ってたんですけど、お隣の群馬県の高崎市に、当時高崎大都会でしたから、楽器屋さんもあってね、あとそこに、衣装屋さんといいますか、だから要はちょっとこうイケイケ系の服を売っているお店がありまして、名前忘れちゃったけど、そこにみんなで買い物に行くと、まあ、レクレーションも兼ねて、1年生2年生3年生みんなでね、というイベントがありまして、一大イベントが、でそこで、衣装を買ってバリバリに決めてねやるということで、3年生の時なんかも最後ですからね、ものすげえ気合い入れて、ブラックのデニムのスリムジーンズと、上半身はもう薄っぱらかにこうベストですか、着て、であとまあアクセサリー系ですか、その前にうちの兄貴とアーティスト N さんの東京ドームのライブを見に行った時にアメ横に寄って、もうねベタベタのありがちな海兵隊のほら あるでしょ、死亡確認する時のこういうプレート、名前と血液型入ってるやつ、あれを買って、で意味もなくロザリオを買って、で当時ね髪の毛も伸ばしてて、それをこうダイエースプレーで固めまして、ダイエースプレーって知ってます？これ通じないかな、今もうなくなっちゃってるダイエーだったでしょ、スーパーマーケット高崎にダイエーがあって、そこでに売ってる何スプレー、頭髪スプレー、すっげえ強力なんですよ、バリンバリン固まるやつがあって、そのダイエースプレー3本ぐらい使ってですね、もうジギーやってましたから、ジギーの初代ドラマーの大山さんのね、こういうリーゼントっぽいかなというか、クーいうブワーっていうやつを、写真出しとくか、もう出てたかも、編集上は、やりましたね。で顔もファンデーション塗ってアイライン入れてもらってやりましたよ。2日間ね、あったんで、基本一緒ですけど、2日間ともそんなバリバリに決めてね、それもまた楽しかったりもしたし、他のバンドだってもうすごかったんですよ、女の子バンドもまあものすげえ露出をしたりとかね、すごかったっすよ、本当に格好は、そんなのに比べると、他の高校知りませんけど、結構おとなしいんじゃないのみたいな。いずれにしても軽音はね、もう文化祭に命かけてますからね、本当に、彼女なんかいなかった日にはね、もうそこでどんだけ頑張るかによってその後の高校生活がね、めちゃくちゃ変わってきますからね。私はどうだったんだっけな、高3の時はね確か彼女がいた気がする、その時にもすでに、で彼女がステージのこうね、そこにいて俺がドラム叩いてるみたいな、青春みたいな
自己陶酔をしたりとかね、したりしてましたけど、まあいずれにしてもなんかやっぱ若さの特権といいますかね、それだけにこう集中をして、それにこのめり込んで全力を出すみたいなね、なかなかないですからね、大人になっちゃうと、おじさんになっちゃうとね、まあ、ライブハウスなんかもね、おじさんになってから行くようになりましたけど、やっぱり、まあ、なんかちょっと違うよね、その辺は。特にまた文化祭っていうのがつくとね、またちょっと違うかなと思いますけども、まあいずれにしてもなんか、ちょっとね、その娘ちゃんの文化祭に触れて、はい、自分の高校時代を思い出したりして、ちょっとね、若返った気がします。まあその頃からね、三十数年ですか、もう、経っているので、経っていながらもまだ音楽やってるっていうね、当時の曲なんかもまだ未だにやるっていう、この音楽の素晴らしさね。はい。まあ続けられててよかったなとも改めて思いましたけどもね。はい。そんなこんなで、はい、ちょっとなんかこう、エナジーな。よくわからん。はい。まあそんなノリで、はい、今日は、月田の夏ソングを、はい、ここのとこね、あんま時間ないんで、凝ってませんけども、またギブソンギター、ギブソンでギター一本弾いたり、やってみましたんで、うつせみっちゅう曲をね、月田の初期ですね、初期がちょうど夏にも渡ってたんで、初期の夏ソングはいいんですよ、結構。この間、全部青いって曲やりましたけど、この曲も、それに並ぶ、はい、月田の夏ソングとしては、かなり上位に来る曲ではなかろうかと思っておりますね。そちらもまたご覧になってみてください。ということで、たまらんちでございました。文化祭の思い出でございました。それでは今日はこの辺。